こんにちは、小豆島の漁師浜湯です。今日はですね、徳島県の漁師さんからいいものをいただきました。今日の撮影は松岡さんも来てくれるんですけど、松岡さんにね、今日ちょっとだけプチドッキリを仕掛けようかなと思います。で、今日の撮影は野菜が必要不可欠なんですけど、普通にね、松岡さんとオープニング撮った後に、松岡さん野菜買ってくるわって言って、松岡さんにそこからね、カメラをちょっとお一人で回していただこうかなというとこですねじゃあやっていきましょう。はい、こんにちは、小豆島の漁師浜湯と、じゃあ松岡さんです。よろしくお願いします。松岡さん、ありがとうございます。その食材があっちです。扉を開けたい。はい、松岡さん、これでございます。何でしょう。長細い。そう、ヒントはね、瀬戸内海にはおらん魚。瀬戸内海にいない。いない。当てちゃっていいかなカツオやね。正解。じゃあオープン。おお、じゃじゃん。すごい見事なカツオです。めっちゃ綺麗な。光ってる光ってる光ってる。ほら、すげえ。ほら、うわ、めっちゃ見事なカツオで、松岡さん、はい、こちらのカツオなんですけど、うん、徳島県の一本釣りのカツオで、はい、おまけに一度もね、冷凍してない生カツオです。すごい。普通カツオって全部冷凍しとるんですよ、うん、ほとんどはね。でもこれ生の一本釣り、お超新鮮、はい、僕はね、カツオに対してちょっと対抗心があるんですよ。なんでやと思いますか。なんでですか。叩きはね、サーラだけ、カツオだけのものじゃないみたいな。なるほど。でもカツオも大好きなんで、うんうん、ただ今日はね、このサーラの森じゃなくてカツオの森にしていただきたいと思います。あ、なるほど。どうですか、松岡さん。そうね、叩き美味しいよね。叩き美味しい。それじゃあやっていきましょう。せーの、レッツゴー。さばいたことある。カツオない。僕もない。ソーダカツオはあるけど。うん、そうやね。マグロと、まあ似たようなもんでしょ。しまった、松岡さん。はい。野菜をね、買いに行くの忘れました。叩きにする。ああ、森の部分。はいはい。というわけで、じゃあちょっと、というわけで松岡さん、はい、松岡さんが今からこのカメラを操作してさばいてください。はい、自分でしろって僕ちょっと野菜買ってくるから。俺そんな器用なことできる。できるできるこれね、こう緩めたらこう動く。はい。で、この上下はこれとか、まあ、回るのはもう勝手に回るし、こんな感じでお願いします。はい。包丁とキッチンペーパー、あれ、うん、キッチンペーパー。とりあえず頭取って、うん、サンマおろしする手前までお願いします。で、いろいろこの中にやるから、適当に。適当に、うん、じゃあ松岡さん、よろしくお願いします。はい、いってらっしゃい。お任せしました。いってらっしゃい。果たして松岡さんはうまくできるのでしょうか。楽しみですね。じゃあちょっと僕は野菜を買いに行きます。はい、じゃあ、地元のスーパーに到着しました。今頃松岡さんはね、一生懸命さばいてくれてるでしょう。笑いながらしてるのか、泣きながらしてるのか、どうしてるのか楽しみです。大丈夫かな。じゃあ行きます。はい、OK です。松岡さんは果たしてうまくできたのでしょうか。めっちゃ早いな。終わったった。いや、仕事のようにしてもうた。
ありがとうございます。松岡さん、これ完璧じゃないですか。いや、ちょっと頭と、これ僕があれにするから。そう、肝臓これ。うん、これ脂肪、それ内臓脂肪これ。ほら、ほんますごいわ。ありがとうございます。緊張しちゃって、一言も喋らずにしちゃいました。いいんです。いいんですか。らしくていいんです。ありがとうございます。松岡さん、まずね、はい、逆さ包丁じゃないわ、あれをするらしいです。すき引き。すき引き。というわけで、すき引きをね、やっていきましょう。ああ、その硬いところ取らないかいのでね。そういうことですな。でもここヒレがあってできないよ。もうこんな感じでいいんじゃね。松岡さん反対、じゃあちょっとやってみて。じゃあ松岡さんチェンジでお願いします。俺そんな器用なことしたことないから。普通すき引きしないよね。しない。だって瀬戸内の魚ってそんなにいないよね。そんなするような、うん、ブリもこんまいしな。なさすが松岡さん。もっと後ろ、もっとこの辺から。いや、できるとこでいいと思うしたことないにしては素晴らしいですね。やっぱ包丁の扱いに長けてる。こうでしょ。本当に初めて。はい、初体験。初体験。 OK OK。 もう入るんじゃね。で、逆さ包丁をお願いします。もう行っちゃっていいな。うん、はい、そうで、反対と、こっちも。うん、反対も逆さ包丁。あ、いけてると思う。いいですね。いい。で、立てらして、はい、包丁の背中で叩くらしい。これ？うん。いけてないの？あ、いけた？いけた、いけた。手でいっちゃうんだ。いいですね。いいと思う。いいの？うん。はい。OK。ありがとうございます。じゃあ松岡さん、僕からちょっとサンマおろしというやつを、はい、骨が見えんねんけど、どこ？わかんない。その辺まっすぐ行ったらいいんじゃない？え？ここ？これ骨？どうですか？いや、いいと思うんだけど、ただなんか結構身が残ったように見えた。はい、ちょっとここ残りすぎ。それ最初の僕のあれじゃない。いや、こうやって取ればね、うん、いいんですよ。これでも多分血の味がすごいやろな。生姜で食わんとな。大ボリュームよ、本当に。この固みだけで、それすごいよな。うん、身の厚みが厚い。じゃあ松岡さん、チェンジで。俺できるかな。できる、できる。じゃあ行きます。はい、お願いします。行かせていただきます、はい、大丈夫かな。え、骨に当たってる。わからない。なんでも初めてのも緊張するね。なんかな、どこ。背骨がないとな。まあでもさすがです、いい音。そうやでな、いけたんじゃね。いけましたね。はよーぽん。どうですか。完璧です。いいですか。はい、あとで取っちゃったらいいですか。これ取りましょう。で、これでねぎり取るから、ねぎとろ。わあ、もう綺麗な。綺麗な、すごい。なんか綺麗な、ダイヤモンドやな。すごい、すごいね。うん、美味しそう。じゃあ松岡さん、続きをやっていきます。はい。腹骨をね、ついていこうと思う。はい、シャーッと入れて。なんかすごい変形してんね。ね、よし、では綺麗に取れたでしょ。で、このまま血合いを取ります。はい、よし。で、これ取って、下身が取れた、お腹の方。はい、こっちを叩きにしようと思います。はい、で、もう血合い骨を取っていきます。よいしょ。これは、生姜炊きにしたら美味しそうだね。そうやね。これは生姜炊きで食べましょう。こっち松岡さん。じゃ、ちょっと調子こえて俺もちょっとやってみようかな。このキュンってなっても嫌なやな。このこれやろ、うん、角度がやろ。角度こっち急やん。ここ硬いな。うん、膜炙るからいいんじゃん。いいね。うん、炙るのやったら膜ついとくって聞いたことある。いいよね。うん、で、血合いもお願いします。はい、取ります。 OK。 一刀両断。いただきます。さすがぜよ龍馬さん。うん、徳島のカツオやけど、海は高知。分からん、どこまで取りに行ったんやろ。はい、 OK。 はい、
ほい。はい、それじゃあ身だけにできました。はい、じゃあ松岡さんここまでいったら、はい、せーの、バトゥゼオ武士でござるな。じゃあ松岡さん、はい、腹側をもう叩きにして、で背中側を刺身にしようと思います、うん、はい、じゃあね、皮を引いていきます。ちょっと入れて、それあれしっかりしとるから楽に、うん、結構いける。これね、俺のせい。これはどうないの、どうしたらいい、正解こんなの聞いてないですよ。よし、あ、いいじゃないですか。いいじゃないですか。いい。じゃあ松岡さん、いよいよお刺身にしていきたいと思います。手だな、サクッと。どんな感じですか。いや、なんか結構包丁研いだはずないけど、切り切れんぐらい大ボリューム。ちょっと硬い。初めての感覚やからちょっと味わってほしいな。ああ、この皮目はこれ油ですか、この皮目。皮目多分油ですね。ね、じゃあ行きましょう。はい、行きましょう。行きますよ。はい。俺の方が熱いで。熱すぎやろ。これぐらい。いや、わからん。口の中いっぱいやね。いいんじゃね。ほら、ありがとうございます。ます。はい、OK。じゃあまあ盛り付けていきます。はい。でまあもう豪快に。そうっすね。漁師盛り。ドンと。ドンと。緑しいからちょっと黄色。前やな。すだちも関係各所に配置しておこう。関係各所にね。関係各所に。ほらね。あ、いい。はい、それでは、生本一本釣りガツオ完成です。の刺身。完成です。の刺身。の刺身完成です。オッケーです。オッケーです。じゃあ次は炙りをお願いします。はい。でもそっちにね、僕が準備しておいたんですよ。網とフライパン。このようにのせていいの？うん。一つずついこうか。うん。斜めで。ね、いいですね。はい、お塩はいらん、いらん。お塩はおばあちゃんの魔法の粉いっとく。おばあちゃんの魔法の粉ね。何ぼかいろんな粉でいったけど、結局その塩が一番おいしかった気がする。ああ、そうなんや、うん、じゃあいくよ。はい、いきまーす。逆からの方が良かったかな。右から？うん、めっちゃ焦げるんじゃないかな。あ、ほんまや、強いな、これ。まあ、油が多いんじゃん。油が多いから、まあ、強いんだけど。ほら、うん、ポイントね、うん、ね、いいと思う。はい、OK です。じゃあ冷蔵庫入れとこうか、このまま。いや、もう一個も炙るから。はい、じゃあ松岡さんが焦がしちゃったんで、僕がもう一個やります。じゃあ行きます。もう取ったら見る、先いっぱい取ったかも。身の方から炙った方が皮の、皮のね、あれでね、松岡さん、そう、曲がらなくてね。そう、いい匂い、完璧。完璧やろ。完璧。これも冷蔵庫に入れておきましょう。絶対美味しい。皮目をさまさんとね。よいしょ。じゃあ冷える間にネギトロをちょっと作ります。まずはこれをドカッと置きます。で、叩きます。で、ここに生姜を混ぜて、で、ネギも混ぜる。もうネギ入り取ったから何してもネギ取るでしょ、ここから。そしてごま油を加えて、で、醤油で混ぜる。あ、いい匂い。
まあ、そうやでな、ごま油の匂い、うん、でお皿にドンと、よし、で、すだちを切ってちょっと厚めに、よし、で添えます。はい、それじゃあネギトロ、カツオのネギトロ完成。じゃあね、松岡さん、冷えてる間に薬味もしていきます。はい、もう海苔はさっきこう刻んだやつ買ってきたんで、あとは玉ねぎ、これ白玉ねぎって言ってサラダでよく使われるやつ、あとシソとニンニク、はい、これでいきます。はい、さっき海苔って言わんかった？どれが？ネギの時言ったっけ言ったっけ、まあ、俺やったらありえるよね、うん、これシソ丸めて、これも切っていきます。すごい、あ、いい匂い。この間寄ってな、これでこう切ったから怖いのよ。よし、で、これでシソは OK で、次玉ねぎを切っていきます。でも普通に長細く、ネギが容器あるからこれぐらいで、で、次ニンニクもみじん切りにしておきます。松岡さん、明日人に会うご予定は？明日は普通にお仕事です。じゃあ大丈夫だね。大丈夫、おっさん職場だから問題ない。じゃあ粗みじんにできました。これも、こっちに置いておきます。で、玉ねぎも、もうめんどくさいとか言わずにね、しっかり水にさらします。水にさらすのめんどくさいというか、後で水気を切るのがめんどくさい、ね、うんうんうん、よし、はい、で、これでちょっとさらしておきます。はい、じゃあ松岡さん、はい、しっかり冷めたというところで、はい、もうこれ全部切り身にしていきます。はい、結構あるよね、それ。結構ある、まあ松岡さんにもあれやし、うちの家族もおるし、全部いけるやろ。トリミングせずにこのままいくよ。はい、行こう行こう。お、これどっちがした方？知らない。いいんじゃない？いいよね、うん、上手や、うん、よし、じゃあ、盛り付けていきます。すごいね。乗らないよ。すごいね。乗らないよ。これいかんわ。これあんま乗せたら野菜が乗せない。ちょっとこれぐらいで1個玉ねぎ多めの白い盛りで、しそやろ、うん、で、これニンニク、ほら、あ、いいいいいい。で、ここにポン酢を回しかけて、はい、カツオの白い盛り完成です。よし、じゃあ続きをやっていきます。こっち、これ大トロやつ、ついね、うん、刺身って勢いやな、うん、よし、形とか格好気にしたらあかんの。よし、これでこっちはね、例年通りサーラの森のカツオバージョン。ミュージックスタート。ドゥルドゥルドゥ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 、やあ、ミュージック中途半端じゃない？これこうやろ。で、ここにまたシソを混ぜて、で、さらに玉ねぎもちょっと、あ、いいね。で、ニンニクで、また味ぽんですね。ミュージック、いやー、うまい、撮れた。カメラが追っつかんわ。よし、はい、これでカツオの森の完成です。じゃあ松岡さん、お刺身は、はい、醤油とお生姜の2種類。醤油とお生姜わさびとお生姜の2種類でいこうかな。よし、あ、なるほどね、はい、よし、小鳥、松岡さんが小鳥、小鳥、そして最後に小鳥、はい、カツオのお刺身とカツオの、純正サーラの森、カツオの白い森で、カツオのなんだ、ネギトロ、ネギトロ。それじゃあ出来よう、始めようか。ちょっとかっこいいじゃん。いい感じだった。で、当然こんな素晴らしいものにはこれとこれって、ゴールデンタイム。カツオ兄ちゃん、会いに来たです。タラちゃん。で、松岡さんも完璧に継がれてますね。ピントが合いません。
はい、それじゃあ松岡さん、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いただきます。乾杯。乾杯。乾杯です。あ、お疲れです。お疲れです。あー、うまっ。最高です。うまいね。お刺身か。お刺身いただきましょう。じゃあ松岡さん、お好きな方でいただいてください。生姜かわさびか。わさび最初。じゃあわさびで、うん、あのどうぞ。オーソドックスに。ちょっと待ってください震えちゃって。あ、うまそう。じゃあいただきます、はい、あ、おいしい。何なんその、いつもちっちゃく言う、おいちい。かわいいかなと思って。いや、おいしいですよ。おいしい。おいしい。続けていっちゃっていいですか。うん、うん、で、生姜で。次は生姜。生姜で。あ、落ちた。しょうがない人だ。面白い。いただきますうん、生姜の方がいいかもしれない。あ、 僕的に。うん、トメさんどうぞ。出す。じゃあまず生姜から。うん、生姜で食べると全然なんか臭さもないし、生やからもっちもちとして甘い、うん、なあ、最高。ほら、醤油に油が浮っきょるもん。うん、うん、うん、生姜の方が香りがより引き立つというか、うん、なんか美味しい。美味しいね。うん、じゃあね、僕が続けてもうあの叩きいっちゃいます。どうですかこれ。ニンニクにネギに隠れて森です。隠れてこそ森。いいね、出てきたね。じゃあね、いただきます。おはよう。すんごい幸せ。うん、あー、腹側やから脂もすごいし甘みも強いし、それがまたこのたっぷりのネギやニンニク、玉ねぎ全部にね、めっちゃ合うんですよ。サワラとハリやなじゃあ松岡さん、この白い森ちょっと食べてみてください。わかりました。すごいね、玉ねぎ。玉ねぎすごい。ちょっとこうのけますよ。外かのして。僕玉ねぎ結構好きなんでね。あ、そうなんや。うん、いただきます。おいしい。腹側の方が圧倒的にすっごいうまい。めっちゃうまいよ。めっちゃうまい。これでも普通の森の方がいいかないや、多分俺も玉ねぎの味が強すぎて、うんうん、純正森の方がいいかもしれない。ちょっと純正森、これほんま美味しかった。ちょっと純正森いただきます。うん、断然こっち。やっぱり、うん、カツオの味がするよね。こっちなんか玉ねぎが勝ってるような気がする。うんうん、うん、そうやね。サワラもいいけどやっぱカツオもいいね。うん、です。このネギトロをいただきましょう。ネギトロね。ごま油と醤油。いただきます。あ、ちょっと醤油入れすぎたぐらい。うん、でも味はめっちゃ美味しい。美味しい。ビールに合うで。ごま油の風味いいっていいね。うんうん、ね、美味しい。てか何食べても美味しい。それ玉ねぎ強くない？いや、でもぶっ壊すぐらいカツオの旨味も強い。いや、強いけど、うん、でもこっちの方がいい。なうん、あ、間違いない。こんなうまいカツオ食ったことない。ほんまに。そういえば松岡さん、はい、その送っていただいた漁師さんからお茶漬けがうまいよって聞いたんで、僕米炊いておいたんですよ。はい、完全に今忘れとったんですけど、うん、至急作りましょう。へえ、お茶漬けね。うん、へえ。それじゃあですね、あのこの伊右衛門のお茶と香川県漁連のだし、このお湯の中に入れて、でこれお湯を作っておきます。松岡さん、この炊きたての米を入れていきます。はい、純粋に刺身とこれでも食いたいよね。そうやね。うん、でお刺身を並べていきます。よし、でも豪快に並べたら、しそでしょ、で香り付けのすだちも置いて、生姜もちょっと入れて、お湯がぬくもったんでこのお湯を注ぎます。いや、いや、これは完食ですよ。ちょっとだけ醤油も足してね。よし、でこうやって軽く混ぜて、はい、じゃあいただいていきましょう。じゃあいただきます。はい、美味しい美味しいです。すっごい美味しい。美味しい。美味しい。だしもあのカツオのなんていうの、風味というか、うん、大葉もいいアクセントやね。ああ、うん、じゃあ僕もちょっといただきます。だけでいい
いい。もうそれが答えです。もう、これですよ、以上。最高。はい、じゃあ松岡さん、めちゃくちゃ美味しかったですね。美味しかったですね。ちょっとこれはあとゆるりといただきましょう。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、まずは皆様と、送っていただいた、漁師さんもご視聴ありがとうございました。そして送っていただきありがとうございました。おります。美味しかったですね。めちゃくちゃ美味しいね。本当のカツオを食べた気がする。そうね、うん、やっぱこうガツンと、そうやね、ニンニク、生姜、男、魚そうだよね。でもそうやね、うん、ほんま美味しい。美味しいね。ビールが止まりません。うん、美味しいです。うん、以上。はい、じゃあね、バイバイ。